やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッとジジータトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。日本の自動車メーカー主要10社の運勢。ごめん、10じゃない。8だ。タイトルつけてから変えたんだ。ごめんね。8社です。8社の運勢です。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、私も商工先生もウェルカムです。受け付けてます。お知らせはちょっと今日はなしで、多分もうこのセミナー終わってるかもしれない。うん。ね、直前か終わってるかかなって思ってるので。はい。さて、自動車メーカーいつ以来かしらね、リクエストがあったので、うん、最近のも占ってよっていうことで、そうでしたねっていう感じで。あのね、2020年かは3社しか占わなかったの。トヨタとなんだ、ホンダと日産、あ、この3つだけかな。そう、で、他のも占ってよってそう言われてて、そうですね。そうなんですよ。で、抜いたんだよね、三菱とかがね。で、主要10社っていうのをね、日本の中で見つけて、ランキング。日野といすゞが入ってて、いすゞのトラックとか、まあトラックとかバスかなって思ったので、ちょっと抜いて、なんか自家用車っていうか乗用車っていうね、家庭の車を使ってるところでとりあえず、はい。トヨタ、日産、ホンダ、迷うね、なんかカタカナで書こうかね。こっちの方がしっくりくるけど、ホンダ技研。どっちでしょ、まあいいや、どっちでもいい。ホンダ、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、スバル。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。もう、だいぶこれで日本車、網羅してるよね、多分ね。はい。さて、8社あるので、ぴゃーっとやります。ぴゃーっと。なんとなくこう流れを。会社の運勢ですね。はい。トヨタ。明るいカードばっかりだね。なんか、うん。あー、ズバッと出ました。最後だけペンタクルが逆向いたけど、おむねいいですね。うん。あの、ほぼほぼ90点とか言っていいと思います。ええ。なんかさ、会社の運勢ってあんまりそう、人の運勢とかよりさ、なんか、気持ちとかも特にないしね。なんとなくいい悪いみたいな雰囲気になっちゃうからさ、特にいいカードばっかりなので、言うことがないみたいな。現在いいでしょ、全部。もう、豊かよね。過去にちょっと不安な、ね、先が見えない感じがあったけど、今とても豊か、もう今なんか100点に近い感じだし、近い将来なんか世界のカードよ。もうね、120点満点ですね。なんかもう集大成みたいな完成のカードが出てて。で、立場もね、皇帝が正位置向いてると、もうこれは経営がバッチリ、もうしっかりしてますよ。で、環境も、なんかこう理性が勝って、こうな何か悪いものをこう、から逃げるみたいなさ、そんな感じでしょ。ね、可能性もいいし。最終決断だけペンタクルの杭が逆向いたので、まあ思ったほど、なんか目標ほどはこう売り上げが達成できなかったとか、まあ、その程度の、うん、まあ、ちょっと三角だったかなみたいな最終結論ぐらいであって、あと対策注意点がワンドの10。うん、重に責任、背負うものは重すぎるみたいなのは出てるけど、まあ、おむね90点、95点みたいな世界じゃない、なんかここまでいいカードが並ぶとね、はい。点数を書いた後、ホワイトボードで見せようか。あの、皆さんも個人鑑定とかでね、うちの会社の社運を見てください、みたいな。働いてる会社大丈夫ですか?みたいな。全然聞いてくださいね。個人鑑定はやっぱり、あれよね。1対1でさ、声を聞きながら、この波動を浴びながらやるから、あの、こういう、動画より全然精度が高いなって、個人的には自負したいんですけど、大丈夫かな?なんかそんなになんか自信満々に言うと、あの、私の中のあのカバダの2がね、
お前そんなに自信満々に言うなよみたいにこうね、そう制御してくるっていうか、なんか、そうなんだね。そう邪魔してくるっていうかね、恥ずかしくなっちゃうんだけど、うん、個人鑑定はおすすめですよって、チロって言っておくね。ほんとよ、ほんと。うん。すごく真剣に、ね、一対一でさ、その方のためだけに、めちゃめちゃエネルギー使ってるから。はい、日産めっちゃ怒った風な言い方になっちゃった。日産。いいですね。今んとこここまで近い将来まで問題なし。ああ、最後はなんかトヨタと同じで、最後はなんかこう、なんか大変そう、ズバッと出ました。うん、途中までとか立場総合的なものも、おおむねいいんだけど、だから80点、70点くらいかな。今もう、チャンスとかね。うん、チャンス到来とか、コスピとか持ってやっていく。で、近い将来も、こう、何かと協力しながら堅実にやっていく。で、マジシャン、アイデアとか技術とかそういうのはもうピカイチな感じで、環境も正義だからいいでしょ？で、最終結論だけ、うんってちょっとこう、悪戦苦闘みたいな感じ。ちょっと厳しいみたいな最終結論だけ。なので、そうだな、70から80点くらいかな。うん。対策終点がペンタクルのに、あ、なんか両立しろって言ってる。何かと何か、なんだろう。乗用車となんか別のものを両方やるとか、なんだろう。うん。ね。何かこう、複数のものを器用にやりなよみたいな感じ。はい。次、ホンダ。会社はサクサク進むね。これがさ、アイドルとかだとさ、大変よ、もう。気を使って言うし。会社だとそんなに気づかなくてもいいしね。あ、悪いね、とか。さらって言えるじゃん。あんまり良くないね、みたいに。うん、会社ね。企業。うん、そういう、なんか言葉をこうさ、なんかあれやこれや。ああ、どうしよう、なんて言おう、みたいな。うん、あんまりないから、ストレートに言って全然平気だし。よいしょ。こうか。ホンダがあんまりだね。最初の二つに比べると。うん。ズバッと出ました。おー、なんかバランスを崩しそうだぞ。ホンダは良くない。ズバッと出ました。そうですね。30点。うん。30点。30だな。いや、20？ 正義の逆だもんな。20から30。低そうだね。ホンダって結構抜かされたんだっけ？違ったっけ？いや、なんか今から近い将来にかけてもさ、なんかこう情熱とかやる気とか勢いが感じられないんだよね。なんか目標に向かって回し、こう、進んでいくぞみたいな勢いがちょっとないの。で、その背景にあるのがさ、ちょっと無謀な感じなのよ。無謀さとか、ちょっと知性とか、賢さみたいなのは欠けてるの。それが原因で、なんとなくこう、推進、進んでかないみたいな。で、最終結論が正義の逆なので、あれこれ手を出しちゃって失敗するとか、なんか、両立できないとか、あれもこれも、あれもや、みんな、やって、わーみたいな。ダダダダってこうね。そんな風にならないように、2、30点ですね。対策注意点にペンタクルの3。もっとこう、技術面ですよね。技術のところ。技術者とか、あと、これね、3人、建築家と、設計士と、あれか、大工さんっていうか、うん、職人さんと、神父さんが教会を協力して建ててるんだけど、まあ、そんな感じよ。各専門家がちゃんと協力してねって。うん。はい。はい、三菱。会社、企業系で他に、電車とかか。電車、飛行機。あとなんだ。銀行は最近やった気がする。
ああ、アデシャ、ショーシャ、アデシャになっちゃった、ショーシャ。ショーシャも前やったね、ショーシャ。今日、税理士さんのところにさ、会計の、なんか資料を持ってったらさ、よくそんなに毎日動画できます僕にはできないなーって言われて、褒められたんだと思うけど、うん。まあ、そうですね。確かに毎日こんなにやるのおかしいですよね、とか思いながらさ、帰ってきた。ズバッと出ました。三菱はいいと思います。うん。ダイヤルかなが過去に世界が出てるから、まあそこよりは過去よりはちょっとあれだけど派手ではないけど、地道にいいと思います。まんべんなくいいカードがバーって並んでるので、うん。で、バランスもいいね。カップ、ペンタクル、ソード、ワンドがまんべんなくわーってある感じなので、賢さ、知性、流行、あとこうお金、物質的な面も、なんかこう気持ちとかね、そういうエモーショナルの部分も、なんかこう男性性も女性性もいろいろこうまんべんなく、すべてこうバランスいい感じに、いい感じ。そんなふんわりした表現でわかるかしら。うん。まんべんなくいい感じです。なので、そうね、80点、もっとよく言っていいかな、90点とかでいいかな。はい。で、対策注意点にソードの6。これさ、移動するカードなんだよね。なんか困った人が逃げてくるカードなの。誰か助けてくださいって言って、じゃあ助けてあげようって言ってさ、どっかにこう逃げてくカードなんだけどさ、どういうことなんだろうね。会社で出ると。なんか、何かを移動させた方がいいとか、そういうこと？もう全然、三菱の会社の人、周りにいないんで、ちょっとわからない。何を移動させろって言ったのかわかんないけど、とにかくキーワードは移動だそうです。はい。松田。あ、本当、会社占うのは、あ、本当今つくづく、あ、気が楽だなって。まあ、なんか、しみじみ思ってしまう自分がいて、いかにこのさ、アイドルとか芸能人を占うときに、むちゃくちゃ気を使ってるんだっていうのを今、しみじみとね、感じている、今。うん。ほんと今、なんだろうね。イメージで言うとこう、ほんと、ぬるま湯に浸かりながら占ってる感じよ。そんな気持ちではやってないよ。そんな気持ちで占おうとはしていないんだけど、真剣さがぬるま湯じゃないよ。じゃなくて、言葉のチョイスっていうか、ね、どう表現しようかみたいなところでの、やっぱ、ね、誰かを占うとさ、ピリつくっていうか、めっちゃこう気を使うの。この一言、なんかの単語一つで、もうそれが気に入らないとか、それで傷つきましたみたいなことになるんで、今、ああ、会社って、それを考えないでいいからさ、ああって、ああって感じ。なんだ、近い将来に何があるんだ。報われない何かがある近い将来。あー、ズバッと出ました。なんだ？社内のごたごたとか、なんかありそうだね。結構大きめな。なんか売上どうのこうのとかじゃなくて多分、立場と環境と、なんか報われないことだから、なんだろう。売れなくて困っちゃうとかではない気がするの。何かしら、なんか、会社内の大きな変化とか、グループ会社とかなんかそういうところとの、なんか関係の悪いこととか、なんかさ、こうイメージ的に、松田らしくないな、みたいな。松田らしさ、松田の良いところが、こう出ないような何か、悪い出来事、うん、
そういうのがなんかこうドーンってありそうだなって思った。ただ売り上げとかそういうのはそこまでそんなに影響ないかな。うん、なのでまああるとしたらね、社員の人とかそういう人には結構ドーンってなんかあるかも。対策注意点に日産と同じだね。あのなんか両立してねって、うん、何かと何かを器用にやってねって出てる。これなんだろう、点数としたらこの辺が気になるんだよな。なので60点ぐらい、60、50から60。そう、なん社内とかなんか会社でなんかこう変なことが起きるかみたいな。はい。で、鈴木。鈴木は軽自動車のイメージが強いんですが、それ以外も、あれなの、いろいろあったりするの。ごめんね、車に無知で。本当に、車無知すぎて。この話したかもしれないけど、実家にも、超田舎出身なくせに、母子家庭で母親が車乗らない人だったから、車なくて家に。で、それ以降も車持ったことがなくて、まあせいぜい原付くらいかなみたいな。大学時代にね、原付6年間乗ってたかなくらいで、なんかこうね、モーターがついてるものといえば。うん、ズバッと出ます。鈴木めちゃくちゃいいですね。何かを盗まれるとは出てるけど。まあ、それ嫌だけどね。なんか盗まれる。だがしかし非常にいい。力だよ、最後。すごいじゃん。いや、今ね、なんかやるべきことが見えたみたいな感じなの。で、近い将来、ね、泥棒カードが出てるので、まあ、盗むか盗まれるかだけど、環境に、まあ、スパイカードも出てるから、まあ、どう、まあ、盗まれるとかでいいんかね。なんか盗まれる感じだと思う。ただ、そう、技術とかアイデアは最高にいいし、最終結論の力なので、非常にいいです。うん。盗まれるをマイナスすると、まあ、80点くらいかな。まあ、85とか言ってもいいかも。なんだろうね。アイデアとかなんか盗まれちゃうのかな。まあ、堅実着実に行くといいと思います。はい。あと2つ。ダイハツ。ダイハツ、社長でも変わった？変わってない。工程がドンって出たから。なんか大きな変化が今あったんだろうなと思って。ズバッと出ました。はい。ダイハツも良いです。なんかね、イメージが変わる感じ。うん、今までからのイメージからこう、一新される感じだね、全体的にね。結構変わると思う。何点？かなりいいですよ。90点で。こんなみんな大体中で、ホンダの2、30点は何だったんだろうね。ダイハツは、今ね、経営者がいい気がする。なんか、工程とかさ。カップのキングとかさ、なんか王様的な、こう経営者のカードがどんどんって見て、経営者がいいから、なんかこう、そう、タワーとか、ソードの9の逆とかさ、カップの6の逆、カップの7の逆、過去のこう、イメージとか、古いものを壊すとか、なので、こう、いい感じに変化する、イメージが変わる。新しくなるみたいな感じ。キーワードは新しくなるですね。対策注意点ワンドの4、うん。まあみんな仲良くやってればいいと思います。なんだその対策。経営者がいいのと新しくなる。はい。で、スバル、ラスト。大体ね、車は好調なんかね。車ね、あったらね、便利だよ。便利だけどさ、東京だとなんか電車でどこでも行けちゃうし、その方が早いし、ね、なんか一週間に一回も乗らないんじゃないかみたいな、
か、仮に持ったとしても1週間に1回、なんかこう義務的になんか乗らなきゃいけない、なんかエンジン回さなきゃね、みたいなさ、義務になっちゃいそうでさ、なあ、レンタカーでいいよね、みたいな世界だよね、本当に。いや、なんかそれでも、いや、子供が野球とかサッカーやってて、練習は結構遠くてさ、とか、なんかそういうのがあればさ、なんか買わなきゃいけないのかもしれないけど、それもないしさ、本当になんか、必要のない、車が必要のない人生でさ、ね。それがそれで乗らないは、乗らないに越したことはないんだろうね、でもね。事故とか、あるからね。でも、いいけどね、あるとね。憧れはあるよ、それは。なんか、めちゃんこお金持ちだったら、めちゃめちゃ金あってしょうがないみたいな状態だったら、それは買っちゃうかもしれない。なんかもう年収が何億あってしょうがないわ、みたいな。なんかね、すごい金持ちのレベルの話をしてる。よいしょ。はい。スバル。ああ、今、いいですね。いいですね。いい、いい。スバル。あ、立場と環境が悪い。だんだん、あれだね、ズバッと出ました。徐々にあれですね。八方塞がりになっていく。うん。今はとってもいい。うん。近い将来、ま、もう、まあまあいいかな。忍者だからね。内省する、反省する。今だけ良くて、過去と将来がなんか悪い感じに囲まれてるんだ。八方塞がり、迷走しそうで、環境も、なんか、良くない。取り巻く環境。あんま売れないのかね。で、最終結論カップの国でしょ。なんか不安定だよね。不安定。そうだなぁ。対策注意点がペンタクルのクイーン。なんだこれ。ペンタクルのクイーンが対策。ザ、スバル。なんか、何かあるのかなぁ。こう。自己的なものとかさ。スバルの車で何とかが起きたみたいな。なんだろうね。全体的にこう、うん。なんだかそこはかとなく悪いね。真面目にやるよみたいな感じが出てる。ペンタクル。そうだな、点数。あまりよろしくないですね。ホンダと同じ2、30点。はい。結構分かれたね。いい悪いの。点数がさ、なんか。ねえ、私、地震の時とかいつもさ、まあ、ダジャレになりそうだった。地震の時、地震なさげにとか自分で言おうとしちゃって、先回りしてダジャレだって思っちゃった。今回地震ありげに結構点数が分かれたなと思って。いいところ、はい。トヨタめちゃんこいいです。はい。三菱めちゃんこいいです。ダイハツもめちゃんこいいです。1,2,2 くらいかな。はい。ダイハツは新しくなりますね。経営もいいです。三菱なんでよかったんだっけ？はい。で、鈴木4。何か盗まれそうだけど、アイデアとか、いいです。で、4、5、5番目。日産。はい。日産。はい、いいです。7、80点。でここからがあまり良くないですね。松田。5、60点。社内で何かあるんじゃないか、的な、感じ。会社、社に罰って書いてある。社名じゃない。会社の罰って書いてある。で、ホンダと、スバルがあんまりかな、みたいな、ですね。はい。はい。自動車メーカーの運勢でした。お気楽、極楽に。いや、ごめんね。何度もこう。誤解されそうだから気楽、何、占う、その精神として集中してないとかじゃないよ。言葉選びのチョイスが気楽っていう意味であって、人物を占うのと違って、そういう意味で言ってますけど、ちゃんと本気で占って、こうなりました。はい。以上になりました。じゃんけんきました。まーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。